あ、そうそう。あのね、その善光寺平、川中島を含む善光寺平の件についてはね、その日向の岩屋姫の言う、その狐の領土に戻しなさいっていう考えが一番その正論なのよ。もちろんね。あの時代ね、最善っていうか、最も正しいのは岩屋姫の意見だった。で、まあその調整ですけど、もともと関東平野が狐に与えられてたから、そんなこんなで、その太田道灌の一族との共同作戦でもあったわけね、川中島問題っていうのはね。それともう一個、その誤解してたらあかんので、はっきり言うと、その須坂領というのもあるからね。要するに須崎間、え、須崎やったかな。要するに砂が、蘇我のね、蘇我の砂川の領地だし、もともと、事業以前に。で、寄進部分と、寄進してない部分しか、まあ、誰の領地かもう、うじゃうじゃになっちゃったし、その、陶器の話じゃなくてね、いっぱいいろんなやつがやってきたりするし、まあ、村上はね、まあ、手なずけるっていうか、もともと須坂の人物のはずやね、村上義清もね。で、結局須坂領があるからね、善光寺平の中にね。だからそんなん、まあ、日本もそうだし、ドイツもね、そういう事情ってみんな、さあ、習ったよね。だからじゃあ、武田って言っても、そんな甲斐の国、今の山梨県、全部武田領じゃないのよ。いろんな人の領地があるわけ。それは、武将の領地は、まあ、武田は、大殿やから、どの時期、まあ、それの大殿っていう場合もあって、親方やからね。親方さんが、みんなにさ、みんなの領地も、統合はできへんけどね。みんなの領地も頑張ってくれ、頼むわーって言ったら、うーって武将たちが言うと。まあ、そういう構造、どの戦国大名もね、自分ちの、領地っていうのはその一つの国の中で守護大名といえどね、どんな脅威の戦国大名といえどね、誰かの領地があるわけ。それが面白なかったのが、植法政権なんだけど、いわゆる織田信長周辺の考え方は、なんでかって言ったら、ヨーロッパに対抗するため絶対主義を敷こうとしたわけね。織田政権っていうのはね、それはまあこけた。まあそうやん、じゃ無理があったってことなんです。ね。だからその甲斐の国山梨県に、例えば今川領とか、普通にあったわけ。実はね。で、まあ、甲斐の国に今川領があるし、まあ、駿河の国にも武田領があって、なんでかって、宇治川の戦いで武田勢が手柄立てたから、あの周辺にあったはずやね、武田領が。ね。で、そこは、甲斐の国から、宇治川の武田領に、武田信玄の父親、信虎、行ったり来たりできんの、普通に。自分の土地やしなって言ったり来たりできるわけ。こういったことを皆さん、そういう知識かね、当時の常識ですけど、今はね、そんな全部絶対主義の戦国大名やったんですかって、それは違うわけ。